あとは歩こうか、こっから。歩いても冷えてるやろ、多分。徒歩3分って書いてあるから歩こうぞ。この奥行ったらハセダムがあるんやな。ハセダム行くか。どうしようかな。トイレは大丈夫。はい、くれた。あ、気持ちいい。団体さんは通り滑りさせようか。
なかったから。天皇皇后両陛下御朱印口下町に番外の宝金さんあります。あ、行ってきました。はい、はい、はい、ありがとうございます。
よし、こんなもんかな。ということで、ホーキンと長谷寺でございました。暑いな、到着。ホーキンと長谷寺、楽勝やな。さあ、ほんだら帰ろか。レッツラドン、お家へ帰ります。初途中でコカ・コーラゼロかコンビニか見つけたら寄って、コカ・コーラゼロのまま晩お昼飯は特になし特になしって今何時やねんやろ。昼飯は特になし。今1時58分、もうホーキーンの駐車場と、バイクで来たら結構駐車場代が楽やわ。よいしょ、ちょっと暑くて体力奪われてるわ。どっかにコカ・コーラゼロ売ってないかな。ないな。ペプシゼロでもいいんやけど。まあ次コンビニやったら泊まろうか。まあすぐ行ってもいいんやけど。書いたよね、ちゃんと165号近道って。え、これ近道なマジで。何これ、この先通行できません、マークで。何何何ほんまや、ナビもこの道案内してるわ。マジかよって感じやけど、はあ、山ん中の方が気持ちいい。なんちゃら神社って連合の、あ、連合このとこに。まあ、近道なんかやな、ほんまに。なんか遠回りなような気がすんねんけど、俺的には。はい、近道、ほんまかいな。よいしょ、止まれ。行かれへんやんか、こんなん。なかなか微妙。この道はこの方が行きやすいで、絶対。なんか近道とか書いてあったけど、王将、あ、セブンイレブンや、コンビニ見っけ。よし、ガリガリ君食べるわ。さあ帰ろう。
私の知ってるガリガリ君は哺乳園やからな